ペネスタンはフランスブルターニュ地域圏モルビアン圏のコミューン。農地が北のビレーヌ川河口と南のポンマイワントに挟まれた岬にある。コミューンはデランド半島の一部である。25km の海岸線を持つモルビアン圏最南端のコミューンである。ペネスタンの地理的条件とサービスの品質の良さからレンヌ都市圏及び南都都市圏とのアクセスが容易である。 ペネスタンは都市計画の紛争が多いことでも有名である。したがって、ほとんどの沿岸のコミューン同様、住宅建設には強い圧力を受ける。ペネスタンにある住宅の2、3が別荘である。新しい地元の都市計画は沿岸の方を遵守しないために2008年12月に撤回された。アセラック教区の古い城教区であったペネスタンは、 1767年に教区となった。フランス革命までアセラックの封建領地はかつてゲランドのセネシャル管轄下にあった。コミューンとなったのは1790年である。当時南都市教座に属していたペネスタンはカモエルやフェレルと共にモルビアン県に含まれることになった。1806年、フランス語。 ブルトン語の言語境界線を定義するためナポレオンに任命されたシャルル・コケベールド・モンブレが調査を行った際、ペネスタンはブルトン語を話し、対して近郊のエルビニャックはフランス語を話していた。1843年のオジェ辞典によれば、ペネスタンはフランス語のコミューンであった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。 ありがとうございます。